こんにちは、ザワザワジャポンです。ドラマデスノートは2015年7月から9月まで日本テレビ系列で放送されていました。原作は大罰組さんの漫画で、週刊少年ジャンプにおいて2003年から2006年まで連載されていました。2015年に9月時点で全世界累計発行部数は3000万部を記録しました。デスノートは2006年に実写映画版、2015年にミュージカル版が公開されていました。テレビドラマ版は原作とは違うキャラクター設定でオリジナルストーリーでした。あらすじ、矢上ライトは居酒屋でアルバイトをしながら公務員を目指しているごく平凡な大学生。過去に母親を亡くした際に父親が仕事に追われていたことから父親に確執を持っており、世の中を斜めに見ていた。ある日、親友の鴨田が高校時代の同級生迫田に恐喝される現場に遭遇。恐喝をやめさせようとするも、力なくなすすべもなかったライトは自分の無力さを知り、力が欲しいと願う。そんなライトの頭上に夜空からデスノートと表紙に書かれた黒いノートが落ちてきた。名前を書かれた人間は死ぬという裏表紙の記述に呆れながらも、つい迫田の名前を書いてしまうライト。そして翌日、迫田が死亡したという知らせが入り、彼はそれが本当に人間を殺せるノートであったと知る。今回はドラマデスノートの出演者の現在について見ていきたいと思います。一部ストーリーのネタバレを含んでおりますので、視聴にはご注意ください。矢上ライト、久保田正孝。公務員志望で安定志向を持つ遠征的な性格。当初はデスノートによる殺人を拒絶していたが、ノートをやむなく使い続けていくうちに犯罪者を裁くキラとしての使命に目覚めていく。久保田正孝さんは2006年に俳優デビューし、 NHK 大河ドラマ、 NHK 朝ドラへの出演などで知名度を上げ、デスノートに出演した2015年には2015ブレイク俳優で首位を獲得しました。現在も俳優として活動しており、2019年にはドラマ僕たちがやりましたで共演した女優の水川あさみさんと結婚し話題になりました。 L 龍崎、山崎賢人。自他ともに認める鋭明な頭脳と知性を持つ天才探偵。キラの犯罪に興味を抱き、渡りへ ICPO に自分へ本件解決を依頼させるようにと命じ、それを口実に日本にやってくる。山崎賢人さんは2010年に俳優デビュー以来、現在も多くの作品に出演しています。デスノートと同年2015年に NHK 朝ドラマレに出演し話題になり、以降2016年にはヒロイン失格、オレンジなどの話題作に次々に出演し、第39回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。 N ニア、結城美代。性別も含め正体目的すべて不明の謎の人物。その腕には原点におけるベロに似た造形の人形を持っている。結城美代さんは2012年に第37回ホリプロタレントスカウトキャラバンで応募総数29,521人の中からグランプリを獲得しデビューしました。2013年には NHK 朝ドラアマチャンで GMT47 のメンバーとして出演し話題になりました。また以前当チャンネルでもご紹介したちはやふるにも出演しています。現在も女優として活動しています。メロ、結城美代。ニアのもう一つの人格、ニアが持っている人形を介して会話している。挑発的でヒステリックな言動が目立ち、ニアにエルやキラの抹殺をそそのかす過激な性格をしている。天音美沙、佐野日向子。いちごベリーに所属する人気アイドル。両親を殺害した男がキラによって裁かれたことでキラ肯定派となる。佐野日向子さんは先ほどご紹介した結城美代さんと同じ第37回ホリプロタレントスカウトキャラバンのファイナリストに選出されました。グランプリは結城美代さんでしたが、佐野日向子さんもホリプロに所属することになりました。現在は女優のほかモデル、タレントとしても活動しています。矢上総一郎、渡重豊。警視庁捜査一課に所属する刑事、役職は係長。10年前に妻の幸子が危篤状態に陥った際、仕事を優先したことで妻の死に目に遭えず、ライトから連絡が取れなかったことを非難されて以降、確執が生まれている。松重豊さんは名バイプレイヤーとして多数の作品に出演していますが、2012年に孤独のグルメで連続テレビドラマで初主演を果たし、これがシリーズ化され当たり役となりました。
しかし松重豊さんは自身の出演作をあまり見ないそうです。渡り、半海一明、エルに仕える忠実なる世話係。原作では最初は素顔を隠していましたが、ドラマ版では最初から素顔を表していました。半海一明さんは俳優として活動しており、特に堤幸彦作品にたびたび起用されています。矢上さゆ、藤原玲子、ライトの妹、裕福な家庭に生まれ育つ、明るく活発的で兄のライトとは違い裏表のない素直な性格の持ち主である。ライトによく勉強を教えてもらっている。総一郎、ライトを慕っている。藤原玲子さんは女優として活動していましたが、2017年6月に所属事務所から公式プロフィールが削除されており、その後の消息は不明です。すでに引退しているものと思われます。日村翔子、関めぐみ、警視庁捜査一課第二捜査支援の刑事でキラ対策室のメンバー。他のメンバーとは異なり、もともと総一郎の部下ではなく、キラの殺しの方法を探るため総一郎に連続殺人事件の犯人の手がかりを見つけたと話し、捜査本部に入れていただけないかと直談判した。関めぐみさんは高校時代に20以上のモデル、芸能事務所からスカウトが来ましたが、父親の自分の容姿で稼ぐのは努力を必要としないとの考えから、スーパーのレジ打ちのアルバイトに励んだという経歴があります。現在も女優として多くのドラマ、映画に出演しています。2009年にはハリウッド映画のドラゴンボールエボリューションにも出演したりと、ハリウッドデビューもしています。茂木寛三、佐藤二郎、総一郎の部下で捜査一課主任。総一郎との信頼関係が強く、ライトを疑うエルに対して明確に嫌悪感を示している。佐藤二郎さんは俳優としての活動、バラエティ番組での MC などで活躍していますが、大学卒業後リクルートに入社するも初日で退職したという経歴も持っています。松田斗太、前田豪樹、警視庁捜査一課に所属する警官。前田豪樹さんは6歳で芸能界デビューし、2003年から2006年まで教育テレビ天才テレビくん MAX でテレビ戦士として3年間出演していました。現在は俳優として活動しています。相沢秀一、湯気智久、警視庁捜査一課に所属する警官。湯気智久さんは1999年に俳優としてデビューし、2002年に仮面ライダー龍騎に出演し知名度を上げました。現在も俳優として活動していますが、脚本家、DJ などの活動もしていました。レイ・岩松、証言、 FBI 捜査官、キラ事件の捜査本部の情報を得ることができた日本警察関係者、あるいはその身内にキラがいると睨んだ、エルの依頼を受けた FBI 長官の命令によって日本に潜入した一人。原作ではレイ・ペンバーでしたが、ドラマ版ではレイ・ペンバーは偽名で、本名はマーク・ドウェルトンに変更されていました。証言さんはファッションモデル、俳優として活動しており、現在は日本とアメリカを行き来しながら、邦画だけではなく海外の作品にも多数出演しています。三上照、押成周吾、東京検察官の検事。自分がいなくなった方がいいと思った人間が次々罪人として裁かれていく偶然を見て、次第に自身が考える悪はこの世から完全に削除されるべきだと考えるようになる。検事就任時にキラ事件が発生すると、キラを神と呼び極端に心酔し崇拝信奉する。押成周吾さんは2001年に岩井俊二監督のリリーシュシュのすべてで注目を集め、以降も俳優として活動しています。悪役や癖のある役、ナルシストなど幅広い役の演技に定評があります。2022年2月に一般女性との結婚を発表しました。鴨田勝、正木玲也、ライトの大学の同級生で親友、ライトと同じくいちごベリーのファン。正木玲也さんは2012年にフジテレビのドドラ高校教師でドラマデビューし、現在も俳優として活動しています。諸水千里、大沢光、ライトの大学の同級生、熱心にいちごベリーのライブに行く鴨田にやや呆れている。大沢光さんは2011年にデビューし、2015年には仮面ライダーゴーストなどにも出演していましたが、2019年以降の活動は確認されておらず、所属していたスターダストプロモーションの公式ホームページからもプロフィールが削除されました。2022年5月から1年4組という2人組 YouTuber の
文明期で活動しています。結城田勉、崎本博美、天音美佐の警備員を務めている青年。崎本博美さんは6歳の頃から子役として活動していますが、現在は俳優業をセーブしており、金融コンサルタントとして会社を経営しています。リューク、福島純、矢上ライトが拾ったデスノートの持ち主の死神。ノートの最初の所有者であるライトにつき、何をするわけでもなくライトの行動すべてを傍観することを楽しみとしている。福島純さんは普段は声優、ナレーターとして活動しています。レム、常松あゆみ、天音美佐にデスノートを与えた死神。常松あゆみさんは普段は声優、ナレーターとして活動しており、デスノートの他にも NHK 朝ドラマッサンでチャーロット・ケイト・フォックスさんの日本語吹き替えなども担当していました。いかがでしたか？主演の久保田雅貴さんはドラマデスノートでの演技が評価され、第86回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞を受賞しました。ドラマデスノートが気になる方はぜひ見てみてくださいね。また当チャンネルでは映画版のデスノートについてもご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。